いかがでしたか？何かあればこんな風に駆けつけますよ。足を使って歩いたり走ったりするためにはバランスをとることが大切なんです。上半身の動きをよく見てください。全体を使って倒れないようにしていることがわかりますか？足を出すために上半身をうまく動かしながら常に体全体のバランスをとっているんです。仮歩きの時は左右に動かしています。これは皆さん人間も同じなんですよ。こんなことを皆さんも私もいつも考えて体を動かしているんです。反対側の皆さんにもお見せしますね。前に進む時も上半身を前後に動かしています。いかがですか？使っていることがわかりますか？連続して動くときはとても大変です。次は行ったり来たりしてみますね。ああ、忙しかった。いかがでしたか？体全体をうまく使っていることがわかりましたか？難しいのは地面から足が離れた時なんです。地面から足が離れた時も次にどのように地面につくか先のことをいつも考えているんです。では連続してジャンプします。上半身の動き、そして足元をよく見てくださいね。こんな動きもできます。まだまだ飛びます。簡単そうに見えましたが、次の動きをするのにどのような体勢が良いのか常に
ても難しいですね。これで皆さんと一緒に歩いたりできるかな。他にも皆さんと一緒に活動するためには考えを伝えることも必要ですね。こうして話すだけではなく身振りなど体全体を使わないとうまく伝わらないかもしれません。最後に手話を交えた表現をお見せしましょう。一緒に